そして国内14チーム23チームによって争われますクラブカップ、それではまずあの準決勝第1試合の模様をご覧いただきましょう。準決勝の第1試合はミキハウスジャパン対ハイワイコム柔道センターの対決。山口さん、このイギリスのハイワイコム柔道センターといいますと、はい、去年のこの大会の優勝チームなんですね。そうですね、最後キューバのチームとの決勝戦だったんですけど、劇的な逆転優勝でしたよ ね。そしてハイワイコム柔道センター先方に起用されている白い帯のフェアブラザー選手はこれで技ありを取ったんですけども、はい、オリンピックの銀メダリストですよね。そうですね、これ墨返しという技なんですけれども、ね、この技非常に得意なんですね、はい、これで棄権を制しましたハイワイコム柔道センターでしたが、ミキハウスジャパンのねその後の粘りもなかなか見事だったんですね、はい、まずこれ実はあの効果を取られたんですけども、そうなんです、しかしその後坂井が抑え込みの体勢、そうですね、もうこの時沸きましたね場内、これで1対1の同点に追いつこうというミキハウスジャパンです。それとこの大会の特徴なんですが、個人戦以上になんかよく技が決まるというふうなイメージもありますよね。そうですね、やっぱり取られたら取り返しに行かなきゃいけないもんですからね、あまり守るっていうよりは攻めに行きますよね。第3試合がハウエ対小林貴子、ハイワイコムのこの今一股を見せたハウエ選手はですね66キロのクラスの銅メダリストですよね。そうですね、非常に強い選手ですよ、まだ19歳です。そうなんですね、去年はこのハウエの大活躍でハイワイコム柔道センターが逆転優勝、踊り消しからこの技で1分勝ちを収めたんですが、このね、はい、見事な嬉しい見事でしたよね。そうですね、はい、ハウエ選手の一本勝ち、それとあの、ね、エントリー戦の団体戦といいますと、例えば同点になったケースはこの内容というのにも非常にポイントがありますよね。勝ちますと、ですから効果で負けるのか、はい、有効で負けるのか、技で負けるのかって非常に大きい問題なんですよね。佐々木選手はこのところ絶好調、声はかかりませんでした。しかしその後2つ目の効果を上げた佐々木選手、はい、佐々木選手いい試合しましたね。そうなんですよ、2対2の同点に追いつきました、はい、内容的にはハイワイコンが上回ってたんです。そうなんです。そしてこの、まあ、決勝戦と言っていいでしょうか、対勝戦、はい、田辺陽子選手、ちょっと今日はね滑り出し2回戦あたりは体が重いかなという感じもありましたでしょ。そうですね、オリンピック以来初めてといいますかね、はい、しばらくぶりの試合ですので勝負感が戻ってなかったんだと思います。これは見事、うまいですね。そして締めてるんです、ね、そうなんですよ、はい、今右手ちょっと動いてますけど前に出してるんですね、はい、実は主審が一旦待ての声をかけたんですけど もう完全に参ったでした、はい、これで田辺が見事な一本勝ち、3対2で、ミキハウスジャパンがハイワイコム柔道センターを下したハイワイコムの2連覇を阻止、1回大会に続いての決勝進出を果たしています。